よく来たな、麦わら。今度こそ私は黄金の大鐘楼を手に入れ、再びフェアリーバースへと旅立つのだ。ここにも黄金の鐘があるのか。あれは絶対に渡さねえぞ、エネル。ちょっと、ここにある鐘もあいつもレッドが変えたただの葉っぱなのよ。たとえ偽物だとしても、目の前で金が奪われるのをあいつが黙って見過ごせると思うか。分かってるわよ、そんなの。もうレッドの思惑通りじゃない。金もエネルもあなたの親分さんの時間稼ぎだって分かりきってるのよね。それでもうちの船長さんはやりたいと思ったことをやり遂げずにはいられないの。いや、多分あいつ分かってねえぞ。あなたのやりたいことは本当に私たちの仲間になること。オイラのやりてえこと。その金は渡さねえ。お前たちには初めから全力で行こう。ミオクボルト・アブ。落ちていけ、聖怪人ども。いやいやここは空、我は全能なる神である。
舌が雲じゃなければ死んでいたかもしれませんね。で、私もう死んでました。よほほ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 。ここも空振りだ。どうだニコロビン、我の元で身の捜索を手伝わないか。それなりの見返りは約束するが。だけやだろ。ヤフル、なぜこのサチ君。あれはロビン。違う、あれは私の。忘れていた、すでに働いてもらっていたんだ。最近物忘れが激しくてな。では行こうか。